おー、いいね、いいね。よかった。今夜はなんか心細くって歓迎するわ。え、何？何か起こるんじゃないだろうね。犬も元気だね。んで、朝6時になったんですけど。はぁ、あ。あ、元気にいるね。あら、こんにちは。絞ったミルクをクロックタウンに届けるの。ロマニーも行くのよ。あんたはお留守番。牛たちがかわいそうでしょ。はーい、お姉様。大丈夫、めちゃくちゃ寝不足じゃない？それまでにめっちゃ寝とったんかな。町まで馬車で行くの。よかったら乗っていく？夕方6時頃に出発するから、よかったらどうぞ。あ、午後6時か。そうかそうかそうか。なるほど。じゃあ午後6時まで待たんといかんのか？めっちゃやな。めっちゃやな。まあ、じゃあ待ちますか。だって今朝の6時になったところやけんね。午後6時。じゃあ時間経過早くしとこう。で、午後6時までね。あれだな、やっぱイベント系はさ、時間が決まっとるけんさ、時間経過を待つのが、多いね。すごく、この制限時間があるゲームではめちゃくちゃ痛手やけど、まあ、何回でも初日に戻れるっていうのがね、あるけん。あれやけど。掴む？掴めるの？抱っこできるってこと？ねえ、待って。待ってって。抱っこしたし、雨が降ってきた。なんかごめんね、雨焼きに使っとるみたいな感じになって。めちゃくちゃ雨よけにしとんやけど、最悪私。家に入った方がいいんじゃない？ごめん、投げた。ここにいなよ。よいしょ。もうちょっとさ、そっと下に置くとか、そういうことはできないの？え、あれよね。お父さんは？あの、なんか、バーラッテで働きよるのがお父さんやろ？え？ 4 年？違うんか？お父さんは普段家にいないの？ベッドとかも姉妹分しかないもんな。いや、午後6時までは長いよ。いや、マジ長いよ。お父さんはこの家には住んでないのか？うわー、月が迫ってきてる。え、元気だな。雨めっちゃ降ってんのに元気だな。雷まで鳴ってるのに。めちゃくちゃ元気。あれ、なんかこれ上に上がれる。え、行ったことあったっけ？屋根裏とか。屋根裏じゃないな、屋根上だな。ここなんかあるん？え、なんもない？え、そんなことある？お。え、登れるのに何もないとか、そんなことある？あるんか。ああいうとこ登れるならね、宝箱ぐらい置いておいていただきたいんだけど、え、もしかして、もうすでに、今までに登っとって、ゲットしとるのを自分が忘れとるだけかもしれんけど。ああいうとこ行けるなら絶対置いとるよね。いや、でもあれか、ゼルダ、いや、まあゼルダじゃなくてもか、別に宝箱取ったけんって消えんよね。ってことは何もなかったということかな。マジ、この牧場に6時までおるとか、することがなさすぎて、つれえ。これは何やった？あれ、何の絵だったかしら。
ドッグレース場。あ、そうかそうか。え、あの子連れてこれんか。抱っこしたまま戸を開けれんもんね。そっかそっか。なあに、あなたこんな天気に。あ、天気の話もするのね。ここはママムヤンのドッグレース場よ。まあレースを楽しむ以外は何にもすることがない場所だけど。あなたドッグレースをしたいの？だけどレースの掛け金は最低10ルピーからよ。くそ、何をするにも金がかかる。現実と一緒だな。10ルピーか。じゃあその辺で10ルピーゲットできたら行くか。なに、何かよ。あなたドッグレースをしたいの？だけどレースの掛け金は最低10ルピーからよ。32ルピー持ってるんですね。します。じゃあまず中に入って、あなたが一番早いと思うワンちゃんをここに連れてきなさい。ね、ちょっと待って、その前に時間経過遅くするね。ちょっとこれのために。で、一番早いと思うワンちゃん、わからんけどこの青い子かわいい、青い子にする。茶色い子の方が目立ちはするんやけど、でも青い子なんか一匹しかおらんくない？かなか連れてきたんだけどな。はい。ちょっと待って。ね、連れてき、あ、はい、いいです。選んだワンちゃんが1着なら掛け金の3倍、2着なら2倍、3から5着までなら掛け金をそのまま返してあげるわ。え、じゃあ結局、何も損はないってこと？あ、違うな。あの、5匹しか走らんわけじゃないってことか。え、じゃあ10ルピーにするよ。はい、オッケーです。めっちゃおるわ。5位以内に入ればいいわけね。え、早くないこの子。え、めっちゃ早くない？先頭におるよ、今。え、頑張れ頑張れ。あ、ちょっと待って。もうちょいあの、え、遅い遅い遅い。最初だけ張り切るタイプね。なるほど。え、頑張ってよ。先頭に入って。あの、もうちょっとさ、コースの内側行った方がいいと思う。うぃー。え？え、ちょっと待って、ちょっと待って。え？下から2番目なんだけど、おいー。最初だけ張り切ってくれたんね。ありがとう。全然ダメじゃない。ワンちゃんの気持ちがわからないと何やってもダメね。もっとしっかりしなさい。すいません。あ、いや、大丈夫です。あら、そう。でもめっちゃ可愛かった。超可愛かった。ああいう感じなんね。待って待って待って。あ、でもいい感じの時間か。ドッグレース中は時間止まっとったし。まあでもああいうのね、遊戯中は時間止まれよって思うけどね。射的中めっちゃ時間動きよったんびっくりしたんやけど。君はドッグレースには参加しないのかい？なんかね、この子も参加させられたら面白いのに。で、6時って言ったよね。6時にどうすればいいんやろ。話しかけるんかな。でも6時になったら動き出すんかな。まあ、でも街に行くって言ったけん、出てきて、街の方に移動し出すっていうことだろう。その時に話しかけたらいいんかな。別に全然一緒に行かんでも自分で街にぐらい行けるんですけどね。なんか、乗せて行ってくれるとかかな。次の日の夜、あと36時間。6時になったよ。ああ、おったおったおった。びっくりした。出てこんやんって思ったのに。あの、え、喋りたいです。あの、はい。あら、こんばんは。今からミルクを町まで届けに行くの。よかったら乗っていく？やったー、これに乗れる。おー、いいね、いいね。よかった。今夜はなんか心細くって歓迎するわ。え、何？何か起こるんじゃないだろうね。
最近、結構前からかな。お父様が亡くなって、ちょっと待って、牛にいたずらされたり、ミルク瓶を壊されたり、犯人はわからないけど、ちょっと自動的に進まないでくれ。妹のロマニも気にしてて、弓矢の練習してる。お化けの仕業だってね。やっぱ練習しよる剣いっぱい落ちとるよね。ねえ、町の人はあの月のことなんて言ってるの？早いって。そんな早口で喋るようなことじゃないやろ。町にね、友達がいるんだ。アンジュ、およ、アンジュ、あさって結婚式なんだよね。見届けたよ、私。ちゃんと見届けたよ。落っこちるかな、あれ。あ、そっか、クリミアさんのところに行くって言った。クリミアさん、これ？これ、これって言ったけど、この人ってことか。この人のところにおるんじゃないかみたいな言ったよね、カーフェイが。あれ？道が？なんか今柵があった？坊や、弓矢の用意をしといてね。え、なに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 ？え？なに？え、そっち傲慢トラックじゃない？違うっけ？なんか別の道あった？そこど、傲慢トラックの道よね。何か起こるってことか、やだな。ほら、傲慢トラックやん。ミルクロードが岩で塞がれていたことといい、見え見えのこの遠回り。あ、それも誰かの嫌がらせってこと？いい、いい坊や。全速でここを抜けるわ。もし後ろから追っ手が来たら、あんたの弓矢で追い払ってね。相手の狙いはおそらく、荷台のミルク瓶よ。何？分かってないよ。ありがとう、頼りにしてるわ。無事ここを抜けたら、ビッグなお礼するからね。なんか来たって。え、待って、怖いって怖いって何？怖い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 。怖い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 。めっちゃ怖いんですけど。何何何何何何何？怖いって。でも撃ち放題みたいでまだよかった。なんか。なんかさ。傲慢兄弟？なんかそれっぽくない？ねえ、なんかぽいよね。二人やし。でも、ああ、なに？壊されたよ！やめてよ！おい。自分らのところでもさ、壊されたって。何？着いた？いっぱい壊されたけど、なんか平和の音楽に戻ったよ。あるな。大丈夫な？めっちゃ笑顔。バーテンさん、久しぶりのミルクだから喜んでいたわ。あの人はお父さんではないのか。全然無関係の人か。じゃあそこにお父さんはいないのね。ありがとう。あんたかっこよかったよ。ありがとう。これビッグじゃないけれど、お礼に受け取って。嘘つきやん。ビッグなお礼してくれるって言ったのに。でもいっぱい壊されたけどよかった。ロマーニのお面を手に入れた。シェーで被るとバーラッテの会員証に。会員証になるんこれ。マジで？いいことを一つするごとに、子供は大人になっていくわ。そのお面は限られた大人のお客様にお渡しする会員証なの。これが会員証やったん？思っとった会員証じゃない。びっくりなんやけど。私はあなたを大人と認めます。ありがとう。牧場のミルクを守ったことになるんや、あれ。団員手帳に書き込んだ。あざす。やったね。やったと言っていいんかわからんけど、やったね。なるほど。じゃあ、この時間は営業しようんやっけ。ミルクバーラってご利用案内。当店は手に入りにくいミルクをお客様にご提供するため、会員制となっております。会員証をお持ちでない方のご利用をお断りしております。だってオーナー。もうこの会員証を持っとるかどうかって何で確認するんやろ。あれかな？マンションの扉とかによくある覗き穴みたいなのがあるんかな？会員証間抜け。やだなぁ。
普通に入る。え、でも今掃除中？まだなんか準備。準備中ですか今。あ、会員の方ですか。すいませんね。店は夜10時からです。めっちゃ恥ずかしい。張り切ってきてしまった。今は準備中でね。まあ話ぐらいだったらお相手しますが。なるほど。まあ、ってことで、これで、いつでもちゃんと時間内に入れるようになったってことや。え、めっちゃ嬉しい。かわいい。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、牛も無事一回で守りきれたし、射的の時間は何だったんだっていう感じの、ちゃんと守りきれたし、おそらく傲慢兄弟であろう二人組も一発で撃退できたけんよかったね。なんかめっちゃガッシャンガッシャン割られよったけど。